ジェネトークを聴きの皆さん、映画や舞台でも活動してますジェネレーションズです。これめっちゃ言うの嫌なんだけど自分で書いてるから言ったけど、あ、まあ、いいんですかね。いい、まあ、ということで、じゃあ本日のメンバー、僕、白浜蘭と高橋と、あれ、たけしです。高橋と、たけし、よろしくお願いします。僕は高橋役もたけし役もやったことありますね。確かに両方やってるわ。高橋もやったよ、はい。まあ、ということで、コロナ対策でね、結構、まあ、自宅で過ごしてる時間がね多いと、まあ、聞いてる方も多いなと思うんですけど、ズバリジェネおすすめ自宅で快適に過ごす方法は何ですかということで、いやめちゃくちゃあるぞ。俺本当にちょっと社会復帰できないぐらい家の中休止させる家にいるもん。この前回一個前の話だけど、リュウト君とリョウダとも話してたんだけど、意外と家の中やることあるなみたいな話だった。めっちゃくちゃある。何気にレオとかめっちゃ家出てるイメージあったもんな。その普段はアウトドアだし、普段は全然出ますね。やっぱあの男友達多いからずっと一緒にいたりとか、あと海外の友達が結構東京に来ることが多いから、アテンドっていうか一緒にご飯食べ行ったりとか、そういうので外出ること多いっすね。家の中で何やってんの？家の中で。いや家の中いますか、うん、今はもう朝早く起きてバルコニー？バルコニー。バルコニーすごいよ、ね、バルコニーモーニングしてます。この間ジェネで朝テレビ会議してて、キュンキュン聞こえる。一人だけなんか、一人だけ背景青空なんですよ。小鳥のなんかさえずりが聞こえる。誰？これちょっと待って、鳥飼ってるの誰？ってなって、うん、あ、多分僕鳥飼ってるんじゃなくて、あの外の鳥っすねって。でもバルコニーで、なんかブレックファーストしながら、はい、はい、です。本当にあの外出れないじゃないですか。あの、まあ、出れないっていうか、あのお仕事も延期になったりとかして、だから本当に出ない。だから3日間とか出ないかな。食料調達以外だと。まあそうね、でなんか食料尽きたら買いに行くかとか。うん、でそれ以外もずっと家にいるから、うん、まあでもあの外気をこう吸ったりとか、うん、外の空気吸ったりとか、あとまあ日光浴って大事だから、あの免疫力高めるためには、まあ朝はだから外出てご飯食べるようにしてますね。いいっすよね。花に水あげたりとか育ててるでしょ。育ってるやつを、やつをやつらをミントとか育ててる。冬だぜ。やっぱミントとかを外に置いとくと、風で部屋の中いい匂いになったりとか、あのベランダに置いとくと流れてきて。何それ、そんなの一番嫌いな人間じゃん。いやいや、そんなことない。うん、本当になんか、うわっやばいみたいな、水あげて外で飯食ってたり、一人で、いや、やべえ芸能人っぽいと思って。確かに。コーヒーとかめっちゃ入れます、自分で豆砕いて。モーニングルーティンとかあげんじゃない？いや、ほんとあげれる。確かにあげれる。あげれる。バズったね、おしゃれなんで。そんな感じで過ごしてますね。ライフスタイル変わってるね。めっちゃ変わってる。すげえ変わってる。確かに。まあ、忙しすぎたんじゃない？逆に。まあ、確かに。そうだね。結構バタバタしてたもんね。本当に。ちょうどいいかもしれない、ね。家の中でやりたいこともいっぱい。楽しいですよ、家も。ゆうたくんはいつも排水口の掃除とかしてんの？そう、排水口の掃除したり。クラシアンでしょ？クラシアン、クラシアン、あれ僕なんですよ、社長。表に出してないですけど。僕ですか？最近は、普段、やらない、その動画編集アプリみたいなダウンロードしてみて、携帯のサクッと作れるで、なんか動画作ったりとか、まあ、あとはまあ踊るのはまあ1日1、2時間やっ踊ったりとか、まあちょっと時間あったらウィニングイレブンで、あの全国の強いやつをボコボコにするっていう、はい、ゲームで、はい、ゲーム産業この中でヤバい盛り上がってる記事でしたね。うん、そうですね。やっぱストリーミングとかゲームとかめちゃくちゃ盛り上がってる。やっぱこう、やっぱそういうの本当ありがたいなと思って。映画も見れるし、買い物もできるし、ダウンロードできるしね。超いいよ。すげえ助かってる。すごい世の中に。だから対応できてますよね、世の中が。こういう状況においても。うん。アランさん何してるんですか？僕っすか？僕はね、まあみんなこの間やってたと思うんですけど、あのメンディ君とテレビ電話で、あのヒラヒラのプロモーションの動画をね、ああでもないこうでもないって言いながら、メンディ君がなかなかね機械音痴なんでね、なかなかうまくいかないんですよ。これまたあれどうやって撮ってんの、2人一緒に流してんの？いや、そうで、まあ、音楽流して、でもテレビだとさ反転しちゃうのよ、振り付けが反転しちゃうから。その前に撮ってたハヤトとレオのやつ見て、でハヤトに連絡して、これどうやって撮ったって、そしたらハヤトが、いやこれレオが振り付け真逆のやつ全部覚えたんですよ、それで。そうそう、いや別に簡単っすか、全然あの
いいんだけど、その編集とかめんどくさかったから、もう真逆普通にそのまま覚えてる。真逆で覚えてる。うん。まあ、なるほどね。クリエイティブな。充実してます。家でできる仕事いっぱいあるね。うん、意外と、うん。はい、ということで、今週も元気にジェネトークをお届けしていきましょう。それでは、ここで一曲聴いてください。ジェネレーションズで、キラキラ。ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、ここからはリスナーの皆さんから届いたメッセージを時間の許す限り多く紹介していきます。まあこのふつおたはね、毎週300通以上のメールが届いている。いや、すごいね。そんなに毎週届いてたんですね。いや、すごい。だってフォロワーは何でしたっけ。38万人目指せ。じゃあ50万人っていうことで。確かに。うん、今年中に。一切皆さんリツイートもしてくれませんよ。え、ジェネのオフィシャルやってないですか。なんかやってませんよ。なんか大した内容上げてないですね。いつも番組のこうあれだよ。変な写真上げるし。あ、本当っすか。なんかあの結構ラジオ好きで。いや、大事よ、ラジオ聞くの、うん、聞くようになったんですよ、人のやつとかも。そしたらなんか面白いなって思ったんで、うん、その感覚をこうジェネトークにもっとこう落とし込みたいな。遅いもん。待って、待って。いやいや、まともに喋るやつが半分以下だから。そうなんですね。そうなんですよ。まあ、それでいいんだよ。変な意味じゃなくて、こうリアルな意見をね、伸びていくる。ラジオの方が普通のメディアより発言の自由があったりするじゃないですか。そう喋りやすいし、うん、まああと編集してくれるっていうのがやっぱね。まあ、ということで、じゃあ、それで行ってみます？読みます？ラジオネーム久野さん、女性20から24歳の方です。ジェネの皆さん、りょうたくん、私は今どういうことやねん。あれ、ちゃんとまんま読むよ、うん、ジェネの皆さん、りょうたくん、ジェネじゃないの。21歳の社会人2年目です。私は幼稚園などに行って、ね、幼児相手の体育をしています。はい、皆さんは女性がこんな職業についてたら思わず夫となる職業ありますか。そしてりょうたくん、お仕事頑張りましょう。いやー、めっちゃ面白い。そこや。あくまで照準は定まってるっていうところで。これね、たぶん俺らおまけよ、これ。ジェネの皆さんの。りょうたくん。もう多分最後、仕事を頑張れる一言のために送ってるから。別にあの、その仕事に対して俺らが、あの、どう思うとか、別にどうでもいい。どうでもいい。一言欲しいだけっていうか。そうそう。ね、ごめんなさいね。残念ながら今回は違うということで、はい、今日はいません。そういうニアミス多いんですよ。ゆうたくん一応言ったけどな。お仕事頑張れる一言。なんで俺やねん。ゆうたくんもだってちょっと聞き寄れな。ゆうたくんになりきって、ゆうたくんが言ってくれます。お仕事頑張ったら迎えに行くよ。何時に。午前0時に。はた迷惑ですよ。午前0時に迎えに。多分これ結構はた迷惑。クレーム来ますよこれ。で、あ、思わず夫となる職業。夫となる職業。あ、すごいなみたいな職業ってことなんじゃない？そっちの夫ですね。そっちの夫。夫なる職業ね。これよ、本当よ、これ。なんすか、なんすか。アダルトビデオの監督。いやいや。女性で？監督の方ですか。すげえ。すげえ。オーナー。おみたいな。あれじゃないですか。しかも女性版のあれ作ってる人じゃない。あ、じゃあ普通に男の人で、なんか女の目線で撮れるからまた違うアングルになる。ああ、へえ、ね。なるほどですね。追ってなる職業。え、もうちょっと、そんなの出されたらもう。あ、もう追ってなる職業。追ってなる職業。あと、追ってなる職業。大型トラックの運転手。ああ、かっこいいなと思っちゃう。あ、女性はもう完全に。飛んでます。なんて言えばいいんでしょう。僕決してあの好きなわけではございません。いや違う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 、本当にキャバクラで。それ王じゃない。ああ、そうなんだ。親身になっちゃう。なんだろうね。何もあった中でなんか。すごいよ、ね、確かに。でもトラックの運転手だからね、意外とかっこいいなと思う。でっかいな。なんかあるかな。おっ、絶対あるんだよ。いや結構すごい人合ってる人だって、みんな。そう、仕事で会う人ってなんかでもそんな意外となんか分かる範囲なんで、プロデューサーとか映画監督とかそういう方なんで。なんかでも職業によっては男っぽいな。うん、現場職とか、うん、まあそうね。俺でも
一回友達が飲んでるところに行って、初めて話した人が女の人だったんですけど、某テレビ局の AD やってますみたいな人がいて、うん、めちゃくちゃおってなりましたからね。ああ近い、そう、近いからこそ。なるほど、うん、AD ね。そうだから、そのテレビ局のあるあるみたいな話で盛り上がってみたいな。 AD か、まあ、AD さんとかもねすごい大変だから、うん、まあ、男っぽい職業言っちゃう、男っぽい職業ですね。うん、レオの友達がまずどんな仕事をしてるのかよくわかんないよね。俺でもめちゃくちゃいろんな仕事、肩書きないっていうか、デザイナーも客もめちゃくちゃいるでしょ。なんか、うん、肩書き、友達の、レオの友達の肩書き、確かにいろんな肩書きの人いるでしょ。いっぱいいますね。何、え、なんなんだろう。いや、デザイナーとか、デザイナー、デザイナーアーティストとか、作曲家とか、あとディレクターとか、うん、放送作家、めちゃくちゃいますね。ああ、なるほどね。うん、いいと思いますし。はい、自宅警備員とかも全然います。自宅警備員ね。全然いますけど。自宅にいるときは気になる。でもなんか、システムエンジニアとかかっこよくない？ああ、女性ね。みたいな。確かに。今はプログラミング必須科目になってるんですよね。え？なるとかやってましたね、うん、プログラミング。なんかちょっとそういうのとか、おっ、うん、一風変わったっていう。エンジニア系はね、うん、かっこいい。じゃあまあまあ、いやもうこれ小野口さんが AV 監督なんてとんでもない答え出すからいけない。それ以上出ないっす。最低なディレクターだ。全部この番組が良くないの、うん、全部このディレクターのせいですか。違う違う、どんだけやってやる。頭ちん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 、髪がねえだけだよ。ラジオネームアルパカムシャムシャさん。ふざけてんな。いいね、今25歳から29歳ということですね。私の小さな悩みを聞いてください。お願いします。本当に。私の将来かかってます。大好きなジェレの皆さんにはっきり言われたいです。恋愛系なのですが、男性が思う落ち着く人やから一緒におりたい。どういうことですか？どういうこと？もちろん、もちろん体の関係はありません。なぜ落ち着くのに付き合ってくれないんですか？なぜですか？わら。26歳でそろそろ結婚を視野に入れたいのですが、私ははっきり好きです。どう踏み出そうか悩んでます。結構ガチな、ガチすぎる、うん、ガチすぎる恋愛相談じゃん。何もないんですって。でもなるほど、まあどうなんですかね。むずいなそれ。なんか付き合って的なことはあったんですかね。言ったんですかね。告白しててその振られ方したってことなのかな、うん、じゃない。まあ好きなんですもんね。どう踏み出そうかね。落ち着くってなんだろう。キス好きじゃないな。落ち着くんか好きじゃない人に。好きじゃないのかもな。落ち着くっていう言葉は相当思わせぶりだった、うん、逃げ逃げに入ってる感じ。もうちょっと好きって言ってるようなもんだっていうふうに思っちゃいますね。それ言うのずるいよな。言っちゃいけない言葉の一つか、うん、落ち着く。それ迷わす言葉でもあるよね。早くとか言ってそうなんか。早くとか言ってそうだけど。お前と言って一緒なんか落ち着くなみたいな。そういうことじゃないの。なんですかね。どのテンション感ぐらいのテンション。気が合うとか分かんないけど。気が合うとかも、それもだってもう好きって言ってるようなもんじゃないですか。うん。本当に悪気がないんだったらいいですけど、なんかこれを悪気なく言うやつって世の中に2割ぐらいだと思うんだけど、あとの8割は狙っていってる。狙ってる。確信犯でしょ。うん、確かに。だってみんなそう思うでしょ、ここにいるように、うん、分かる。狙って言うしかないよね。落ち着くわ、もう落ち着く。なんかあの曖昧な返事というか、あの当たり障りないどっちとも取れるようなやつみたいな、うん、ちょっとこう期待しちゃうんじゃない、うん、男だろうが女だろう、うん、逆に男がさ、めっちゃ可愛い女の子がさ、落ち着くって言ってきたらちょっと期待する。確かにする。こういう。あ、一ある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 。ワンチャンある。俺このラジオで評判下がってねえかな。ワンチャン下がってる。言い過ぎなんだ。ルカは。いや本当にそう考えたら思う。仲いい人に対してのそれはもうより思わせる。思わせちゃう。本当ね。だからね。アルパカムシャムシャさん、うん、この相手の男性はね、本当にね、うん、こいつってのはね、激悪ですよ。遊ばれてる。遊ばれてる。いや、わかんない。ごめん。天然というさ、2割もそういう感じだ。2割の、まあ、それは本当にもう言い切れないですけど、助言するならば、うん、そんなもんですよ。確かに。
か。それラスト、ラジオネームマグリオさん、男性ですよ。わあ、日頃から股間を大きく見せる方法を考えているジェネレーションの皆さんに朗報です。股間アホだな、アホか、来たよアホかな。股間を大きく見せるためのパンツの選び方をお教えします。その1、暗い色を避けて白を選ぶ。その2、男性の股間を収納する箇所が立体的に浮き上がったボクサーパンツを選ぶ。その3、短いローライズボクサーを選ぶ。この3つです。もちろんジェネの皆さん、これ意識してパンツ選んでますよね。トランプなら言語道断。やばいな、愛すべきアホから見たいな。どうやろ、で踊るときはこういう感じじゃない、ピタッピタッとしたやつ。あ、踊るときは普段から履かないっすよこんな。ユダも履いてんじゃん。履いてんよ。じゃあライブ用のスパッツ普段履いてんじゃん。 あれはまあ股間を大きく見せるもんじゃない。あれどっちかというと小さく見えるから、小さく見えるからつけてな。ダメじゃん、ダメ。いいよ、大きく見せる必要あります。俺はちょっとあのすごい気になってることがあって、うん、僕もパンツ、うんうん、だいたい大きく見せようとしてない、してないんだけど、してないんだけど、そのあのカルバンクライン使ってるんですよ。ああ、わかる。俺も今日で、俺でも黒は履いてるんですよ、うん、白嫌だから、うん、でもさ、白のカルバンクラインを俺は普通のサイズ、なんか ゆったりではないけどピッチリすぎない感じで履いてるんですよ、うんうん、でも例えば白とかでビチビチだと本当に飲酒みたいになるな。わかるわかる。本当に透けちゃうってこと？あ、いや、あの多分そう、男だからサイズ感わかるけど、うん、あれ結構サイズ落として白とかだったらもうめっちゃ、うん、なるほどね、金でかこうかっこりなんだ、うんうん、そう、うん、かなり主張してる。誰かが、誰か事務所の人がタオル入れてるとか言って入れてないですよとか言って、めっちゃ飲んでる。俺とかやってみてよ。でもちょっと、いや、僕ローライズ履けないんですよ。あの、股にまたずれピッてなるのが僕ダメで、そもそも僕ボクサーパンツが自体があんま好きじゃないんですよ。あ、そのだから寝るときは絶対トランクスですね。でもトランクス楽、うんうん、俺もトランクスも全然好き、履ける、ね、やっぱこう、うんね、楽なんですか。そう、あのブランブランさせるもんね。こうなるのが楽に、もうあの、ね、すごいよね、あのトランクスの時に寝そう。やばい、すごい、やつすごい。あーみたいな。わかるわかる。あー、解放されたっていう。グデーンだよね。全然。まずそもそも俺ら、そのパンツについては見せねえしな。まあそうやな。まあ、そうそもそもね。大きく見せよう。股間大きく見せようとしてないですもん、別に。いらない、この情報じゃ。いい情報じゃない。まあでも、あの、見せたい方は、参考にしていただいて。これリュウトだな、うん、確かにリュウト君もでも知りしてくれないですけど、あのブランブランさせるもんということで、こんな感じでこの番組では皆さんからのメールを大募集しています。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードして送ってください。これまでのパソコンサイトからも送れます。たくさんのメッセージをお待ちしています。ということでジェネトーク、この時間はふつおたをご紹介しました。それではここで1曲、何かかけたい曲あります？大曲、個人的にハマってる曲でも、あ、じゃあ友達の歌でも流そうかな。ちょっとね、あの僕の友達の、JP The Baby 君がですね、アルバムを出したんですよ。すごく仲いい、毎日連絡取るような友達なんですけど、じゃあそこであのバーバルさんがフューチャリングしてる曲があるので、あれ見て流したいと思います。JP The Baby の、ニューアルバム Life is Baby から OK クールフューチャリングバーバル。ジェネレーションズの白浜アランと高橋とがお送りしてきました。がじゃない、2人になっちゃった。ジェネトーク、本日の放送はいかがでしたか？こういう結構長く喋ったよ、この回。日本分ぐらいになんないですか？50分ぐらい喋ってました。パンツだけの下りだけで1本。1本。いや、いけない。いけない。パンツ長くなかったっすか？パンツでも6分ぐらいだよ。あ、そう。頭も結構話しましたもんね。いや、なんでその削りたい理由の、なんだよ、いいじゃん、ラジオ好きなんですよ。いや、大好きっすね。でもラジオ、ほんとジェネトーク改めてね、ちょっとね、力入れていかなきゃなと思ったんで、マネージャーが今そこにいるけどリツイート全然しねって言ったし、瞬間外出てったからね。いや、もういい、フレーム入ってる、フレーム入ってますよ。人力でやっていくんだから、それで38万人すごいっすね。番組スタッフやってるんだ。50万人目指したいね、ラジオの。50万人になったら多分日本一じゃないかな。
ちょっと一番どこなんですかね。1位ってどこなんだろう。結構ツイッター日本の指入ってると思うよ。チネトロ金次郎さんも多いっすよ。でもいやでもこっちいい線張ってるぐらいだと思うよ。へえ、いい具合にその影響力があまりない具合の今までの感じを残しつつ伸ばしてる。あの変に影響力持っちゃうとね。ただもうそれ怖いからジェネトークらしさもなくなりつつあるからね。怒られちゃうから、うんうん、まあちょっと僕らも盛り上げますよ、頑張って、はい、うん、はい、そしてこの番組では皆さんからのお便りを募集しています。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードしてメッセージフォームから送ってください。 JFN パークでしか聞けない音声コンテンツなんかもあるのでぜひチェックしてみてください。また番組公式ツイッターもあります。ツイッターアカウントはJFNGENE、 つぶやくときはハッシュタグジェネトークでお願いします。ジェネレーションズに言いたいこと聞きたいこと何でも待ってます。あなたのお耳を濡らします。ノーメッセージノージェネトーク。ここまでのお相手はジェネレーションズの白浜アランとお菓子とでした。一人ない。